気をつけてくれよ。この女の人は？僕たちの学校には女の先生はいないはずだから。八重洲の！お？ボンちゃん、およしなさい。須藤君に双眼鏡を返してあげてね。この人は女の人というには少し子供みたいだし、女の子というには少し大きすぎる気がするんだけど。ありがとうございました。今日ここに皆さんの良いお友達がまた一人増えました。ここに立っている大杉栄君という元気な人です。将来の志望は海軍の大将だと言います。これまでは慶城第二尋常小学校にいたのですが、今日からこの学校へ来ることになりました。旧友として分け隔てせず一緒に遊んだり勉強したりしてください。大杉君に代わって先生から頼みます。大杉です。一番後ろのあの席へお座りなさい。ボスザルの威嚇行為、新入りに対しては虚勢を張る。
か。大杉くん、今日君と一緒に来たのは君のお母さん？間抜け。間抜け？あんな若いお母さんがあるかよ。じゃあお姉さん？そうなの？まあそんなもんだ。そんなもんだって。うるさいな。えいっ。はっ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 あるわあよから川辺の足にカニが見せらし床屋でござる直近直近直近なほいひでえや。文句があるならやつに言え。ほら。ああ。ま。あいつすげえな。で、どうだみんな。やつを今のうちに退治してしまおう。その方がいい。はっ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 箱根の山は天下の剣韓国官もものならずえいあいつは新開地のやつでいつも俺たちをいじめてきたやつだ春休みに俺のベーゴマを取り上げたやつだ第二小学校でもみんなに嫌われて追い出されてきたやつだうんよしデブ学校が終わったらやつをここへ呼んでこい俺がキビお前行ってこい弱虫よし俺が行ってきてやるデブ私は幾万ありとてもえい！あ！あ！いけないんだいけないんだ！ブス女！
尻を覗いた。はい。何？やつが水江ちゃんのお尻を覗いた。うん。ちくしょう。道を開けて。先生、こっちです、こっち。ん？こっちです。うん。須藤、みんなを便所の外へ追い出せ。わかりました。みんな、下がれ下がれ。下がれ下がれ。あるよ。若いオスザルの清少堂と発情。尾上水江さんは大杉がわざとしたと思いますか？それとも偶然ですか？では、大杉、君はわざとしたのか、それとも偶然か？偶然です。便所の鍵が壊れていたんです。嘘だ！嘘つき！つけれ！謝れ！死んでしまえ！大杉！本当のことを言いなさい！先生！ん？僕は決して嘘は言いません。だから他人の嘘も許しません。嘘つき、それなし、それなし、それなし。みんな黙りなさい。先生は良いと思うようにします。お前方の指図は受けない。嘘と本当とは時が経てば自然とはっきりします。せっかちに争ってはならない。では、午後の授業に入りましょう。猿のボス争い。猿の軍団には大将は一人である。よって雌雄を決せねばならない。天の山は天下の剣、函谷関もものならず。えい！さようなら。
しい。命短し恋にせよ乙女。先生、どうした須藤。大杉君がみんなに殴られて殺されそうです。何？全滅させようと思っていたのに。はっはっふっ。いや、貴様よくも邪魔してくれたな。えいおりゃふっ。いやはっ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 。山田、畜生。はい。
ありました。おかえり。おかえりなさい。おやつがお部屋に置いてあります。はい、いただきます。いらっしゃい。よくいらっしゃいました。お招きありがとうございました。敵は幾万ありとてもすべて烏合のせいなるぞ。烏合のせいにあらずとも味方に正しき道理あり。箱根の山は天下の剣。頼む。何を。掃除が終わるまで待ってくれ。ダメだ、母ちゃん頼まれてるんだ。知らねえな。で、きしょう。えい、くそ、こら、どうだ、参ったか。参った。参ったか。散髪屋のガキ大将に言っとけ。明日お化け根っこの下で待ってろってな。サミを鳴らす、チョキンチョキンチョキンな。翔ちゃんが？水汲みは俺の仕事だろ。どうしたの、その足。いらっしゃい。
と喧嘩したの？学校の友達？栄さんは事情があってみんなより二つも年上なんだから、栄さんはもっともっと学問して兵学校に入って海軍の大将になるんでしょ。私に乱暴しないで。我が日本帝国は今日まで忍耐に忍耐を重ねてまいりましたが、もはや我々の忍耐もこれまでであると思われます。うん、時来たりなば我々は一挙に兵を挙げ敵を完膚なきまでに叩き潰さねばなりません。うん、猿の軍団の命を懸けた縄張り争い、そのためには国民総動員法を制定し、ことによっては学徒動員も辞せずの覚悟が必要であり、うん、敵兵力が100万ならば我々は200万、うんうん、敵の軍勢が200万ならば我々は300万、うんうんうん、完全勝利のために一兵も残さず殲滅しなければなりません、うん、戦争に情けは無用であります、うん、何者だ？お、逃げると殺すぞ！そこだ！あ、ずい！くえ！お待ちください！何をなさる？何を？話しなさい！話しなさい！あれはネズミじゃ！いやー違う！あれは違う！いやー話せい！話せい！無用であります。何者だ、逃げると殺すぞ。えい、はっ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 。星だが、
何者だ。川、水。大山か、よく来てくれた。いよいよやるんだって。明日勝負をつけてやる。それを待ってたんだ。行くぞ。おう、えい、えい、おう。水を飲ませてくれ。何するんだ。そっちはダメだ。どうして。どうしてもダメだ。だからどうして。ダメだ。どうも様子が変なのです。放課後だというのに校庭に誰の姿も見えないのです。僕の計算では今頃どこかで血の雨が降っているはずなんだけど。お、あの人だ。やつが来たぞ。敵は一人か。箱根の山は天下の剣、韓国艦もものなる。えい、よし、やっちまえ。うまくいったわね。あなたのおかげで誰も怪我をしないで済んだわ。ありがとう。本当はね、喧嘩のことは私も知っていたから川北先生に止めていただこうと思ってお願いに行ったんだけれど、先生に知れると後でみんながお仕置きされるでしょ。だから少し怖かったけど自分で止めようと思ってここへやってきたの。じゃあこのニワトリも。ええ、そうよ。あなたを助けるために私が石を投げたの。あなたの名前は？聞かせてくれないの？須藤。須藤宗太郎。そう、良いお名前ね。じゃあ須藤君の手を出してみて。さあ、お話があるの。あちらへ行きましょう。須藤君って可愛いわね。赤ちゃんみたい。弟のことだけど、この頃ますます乱暴になって心配で仕方がないの。私困ったわ。何か訳があるんですか。ええ。どんな？あの子の気持ちも少しはわかるけど、でも何か良い方法はないかしら。ねえ、
須藤君はどうしたらいいと思う？僕考えたんだけど、体操ごっこは良いと思うんだけど、僕が考えた戦争ごっこというのは普通の戦争ごっこじゃなくて、お互いに本次郎や出次郎を持って、武器は一切ダメ、それにいろいろルールがあって、もしそのルールを破ったやつは。須藤君、じゃあその話よろしくお願いしますね。よろしくって。あいつ。この間のやつだ。ちくしょう、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 ちくしょう。えい。うわ。あ、あ、バタッ。小動物は敵に襲われると義肢状態の演技をする。星を見たわ。ほうき星？きっと戦争が始まるわ。そしたらあなたも兵隊さんになるのね。お嬢ちゃんのバカバカバカ！えっ！えっ！えっ！
勝戦争だ。僕がお嬢ちゃんに話した戦争ごっこがいよいよ始まることになった。今日は東軍の大将の大杉くんと西軍の大将のボンちゃんに僕が戦争ごっこのルールを説明してやるんだ。男ならしっかりしろ。は、はい。さあ、手を出せ。チョコレートと乾パンの配給がありましたので、ぜひあなたに食べていただこうと持参いたします。どうぞ。いつもどうもありがとうございます。拍手須藤君が雷と戦って名誉の負傷をいたしましたので解放してあげてください。はい。申し訳ありません、遅くなりました。戦に代わりて麦を打つ重油無双の我が兵は第一章第一課には島へ送られて進め。今といて勝つほど国勝たずば生きて帰らじと人と心の勇ましさあるいは無駄に打ち勝つべあるいは陸に飛び入れ満足をそれぞれ起動帰る結構でスド、なんだその格好は、汚ねえの。スド、遅刻だぞ、早くよこせ。あっ、していなきゃダメよ。今体を拭いてあげるから。おー、何か着るもの。ダメよ、ちゃんと拭かなくちゃ。風邪をひいちゃうから。だって僕、私を舐めたら承知しないよ。分かったら返事しな。こら、須藤。これ小さいよ。はい、気をつけ。かわいい。さあ、手を挙げて。はい、腕を通しましょうね。はい、じゃあ後ろを向いて。うん、うん。
じゃあこちらを向きなさい。さあ頭を拭きましょうね。須藤、何をしてるんだ。こんなもの脱げ。バカ、やめろやめろ。開いた。この野郎、いてててて、腕を噛まれた。さあ来い。てめえやる気か。二人とも喧嘩はダメよ。あなたたちはそのために戦争ごっこをするのでしょ。そうでしょ。私はね、男らしく戦って勝った方のお姉様になってあげるわ。どう、よく覚えとけ。お前を最初に捕虜にしてお嬢ちゃんを取り返してやるからな。俺にはすごい作戦があるんだ。泥縄作戦だ。泥縄作戦？大杉、お前を必ず捕虜にしてお嬢ちゃんを俺のものにしてやるからな。よし、俺もお嬢ちゃんのために戦うぞ。これが僕たちの宣戦布告の合図だ。出撃。東軍の本城となった円福寺は第二尋常小学校の親たちのほとんどが檀家なのです。お、スイカだ、スイカだ。だからお寺さんのサービスもいいのです。かましろ。うるさいよ。贅沢は敵だ。出撃。西軍の本城となった硫黄寺は第一尋常小学校の親たちのほとんどが檀家なのです。お、つまりわんぱく戦争は宗教戦争でもあります。勝つまでは欲しがるな。この赤いリボンは隊長の印です。もし隊長が捕虜になると兵隊を5人捕虜にしたのと同じ価値があります。あと2人だ、出しまえ。さあ来い、さあ来い、さくな、来て、来な、さあ来い。指の分際で俺に手向かう気か。えい、動くだめ。動くな、動くな、動くな。刺されるぞ、刺されるぞ、刺されるぞ。まだだ、まだだ、まだだ。もうよい、やめよう。散らすぞ、散らかすな。意志奮陣だ、助けて。参ったか。参った、参った、参った、参ったと言ったやつが負けで敵の捕虜になります。わんぱく戦争は捕虜をたくさん取った方が勝ちです。万歳、万歳、万歳。チビ、泣くな。必ず助けてやるからな。これから泥縄作戦に出撃します。よし、敵が出撃していくぞ。何人だ。須藤とグズとヤセとサルとデブだ。敵の大将はスイカを食べてる。不祥、あのバカ。大将は敵の大将が動かない限り本城から出てはいけないのです。めちゃくちゃに強い大杉を封じ込めるために僕が考え出したルールなのです。大山、須藤を捕虜にしてこい。あいつを捕まえれば西軍の作戦はガタガタだ。勝ってんだ。
ようで。うん。ああ。お、いた。うお、お、ピカ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 。大丈夫、どうしましたか。どういうことですか。ピカ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 。ちょっと眩しいですか。外がふらついてますよ。ピカ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 。隊長、声が枯れますよ。落とし物ですか。なんとか治りましたね。よかったですね。では、お帰りで。ほ、どりゃー。よし、来るか。あっちだ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 。おーい、こっちだこっちだ。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 おばさん、こんにちは。あらまあ、病院の坊ちゃん。お母さんがすぐ後から来ますから、お金もその時に。いいわよ。あら坊ちゃん、こんにちは。こんにちは。いらっしゃい。こんにちは。あそこだ。Ha ha ha ha!
君たちの平和主義は誠に立派だ、うん、だがね、平和だけじゃ日本人は幸せにはなれないよ。日本人はね、現在とっても貧しい。君だってそうだろ。いくら働いても満足に飯も食えやしない。いや、君だけじゃないよ。生活のために可愛い娘を女郎に売る親たちだってたくさんいる。そうだろう。ではそういう不幸をなくして日本人が豊かになるためには一体どうすればよいの。そのためには石油とか石炭とか鋼鉄とか資源の豊富な新天地を求めてため、ね、どんどんと外国に出ていかなくちゃならない。そのためにはだ、外国に派遣する軍隊も必要だし、相手の出方によっては戦争も致し方ない時がある。現在の日本がちょうどそういう状況にあるわけだ。ヨーロッパの先進国はみんなそうやって今日のような豊かな国家を築き上げてきたのだ。そうだろう。はい。学校でそう習った。いえ、うん、それでし、二三日もすればな、うん、教職の身にありながら、なんてバカなことをしてしまったんだ。子供たちに合わせる顔がない。許してください。今日は捕虜の交換日です。そうしないと兵隊の数が足りなくなって戦争ができないからです。今のところ戦況は僕たち西軍が断然優勢なのです。えへん。しぐっと
よし、次。誓って国を出たからにゃ。いかんな。向かい傷はいいが、日本男児が背中に傷を受けるとは一体何事か。すいません。よし、次。子供の戦争ごっこも大人の戦争と同じで、最初は自分たちで始めておきながら、気がついたら戦争の方が人間を支配している。そうなったらもう人間の力では抑えきれない化け物になって、戦争が人間を勝手に引きずり回すんだ。君たちのわんぱく戦争ももうそういうところまで来てしまっている。大杉も須藤もここらで平和条約を結んだらどうだ。ボンちゃん、スープを飲みましょうね。お手数をかけます。いいえ。じゃあ考えておくように。俺も頭をかち割られたらよかったよ。須藤、どうする？俺はいいけど、やめても。俺は嫌だ。だってみんなもう戦争は嫌だって言ってるよ。戦争を始めたのはお前と俺だ。そうだな。そりゃそうだけど、二人で決闘して一対一で勝負をつけよう。一対一？僕も男です。売られた喧嘩は買わなければなりません。おしょうちゃんが僕たちの審判です。おしょうちゃんの見ている前で負けるわけにはいかないのです。たらい船から川へ落ちたやつが負けです。えいっ、やー走っ、たたたたたたた、水の上の戦いを選んだのは僕です。体の小さい僕には陸の上で戦うより有利だからです。
私決闘なんてもうやめた。須藤待て。この赤い紙が一枚あれば、日本の男は誰でも兵隊にならなければいけないのです。今はそういう時代なのです。いつ兵隊さんに行くの？いつなの？5日後。5日後？兵隊さんなんかに行っちゃダメ、行っちゃダメ。待て須藤。嫌だ嫌だ。待て待て。嫌だ嫌だ。待て待て。嫌だ嫌だ。待て待て。よせよせ。おいら捕まえた。ガブリ。いたた。また噛まれた。ごめんなさいね、弟が乱暴して。私も悪かったわ、審判役だったのに。そうだよ、ごめんなさいね。謝ったってダメだよ。本当ね、私と弟はね、異母兄弟なの。私のお母さんはボタンというの、奇妙な名前でしょ。四国の芸者だったの、もう死んでしまったけど。弟のお母さんは佐都さんというの、二番目のお妾さんだけど、今でもお父さんと正英丸で働いてるわ。正英丸見たことがある？うん、港でおんぼろ船でしょ。うん、オンボロだ。ごめんなさい。弟はね、生まれて2年間も放っておかれたの。だから小学校へ上がるのも2年遅れたし、みんなより2つも年上なの。そうか、だからあんなに強いんだ。弟はね、一生懸命に学問して兵学校へ行きたかったの。でもね、初めから兵学校へは行けなかったの。どうして？お妾さんの子供だから。弟はね、私と結婚したいというの。結婚？でもダメなの、兄弟だから。だから弟はあんなに乱暴になっちゃったの。私はね、須藤君が好きよ、大好きよ。でもね、いつまで待っても須藤君は私より大きくなってくれないでしょ。私それがとっても悲しいわ。
僕たちは川北先生に町の地図を作れと言われました。先生の言うことを聞かずに決闘した罰なのです。やっぱりそうだったのか。ダメだよ、この町へ入っちゃダメだってば。この人誰？ねえ、誰なの？お袋だ。君のお母さん？なんでもむごいわよ、人の足元見ちゃって。もう少しなんとか色つけてくださいよ。銭のことならあんたの亭主に聞いてみるんだな。聞いたからこうして来たんじゃないの。うちの娘はね、この町一番の器量よしだし、その上働き者だし、女郎屋に売るんならもう少し高く売れるはずですよ。女郎屋？いや、お嬢ちゃんはこの町一番の器量よしさ。だけどな、この不景気で四国の女郎屋じゃ女が有り余っちゃってるんだ。文句あんなら正英丸を売り飛ばして借金払えばいいじゃねえか。うん、そんなことしたらうちの海鮮丼屋が潰れちゃうじゃないの。仕方ねえだろ。それもこれもあんたの亭主が博打に手を出したせいだから。身から出た錆で娘を女郎に売り飛ばすなんだ。亭主もあんたも大した玉だぜ。親父もおふくろもお嬢ちゃんを女郎屋に売るなんて人でなしが。
どこへ行くんじゃこのガキは。ここは子供の遊び場じゃない。帰んな。帰れ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 。お嬢ちゃんはまだ重視だ。俺が学校辞めて働くからお嬢ちゃん売るのはやめてくれ。藤川一郎待ってくれよ。もう手遅れだ。お嬢は3日後に四国へ行くことになってる。銭ももらったしな。銭なんか返せばいいじゃないか。銭はな、特に借金取りが持ってっちまったよ。おなみこなみ。ねえ頼むよ。ねえ頼むよ。ねえお父さん。君もイカダ乗りか。じゃあこの戦死者とも知り合いか。君の入隊は3日後だったな。戦地へ行ったら一人でも多くの敵を殺して仲間の敵を取ってやれ。それが日本男児というものだ。佐藤二等兵のお母さんですか。ではご子息をお返しいたします。ご子息は7月7日大陸の戦場において壮烈な戦死を遂げられました。恐れ多くも天皇陛下に代わりご子息の名誉をここに称えます。気をつけ英霊に対し奉り敬礼。
お嬢ちゃん。ごめんね、呼び出したりして。お金持ってきたよ。僕のお金全部。えい。これ、お嬢ちゃんにあげる。私に？だから、四国へは行かないで。嬉しいわ、とっても嬉しい。でもね、もうお金はいらないの。どうして？私はね、四国へは行かないわ。え？本当？そう、本当よ。やったこれから言うことは、須藤君と私だけの秘密。いい？うん。私、駆け落ちするの。今夜。駆け落ち？あの人と逃げるの。イカダ乗りの人。どこへ？瀬戸内には島がたくさんあるでしょ。人の住んでいない島が。戦争が終わるまでそこで二人で暮らすの。どうしたの？須藤君。嫌だ、どこにも行かないで。お願いがあるの。弟にはこのこと教えてないの。教えるとかわいそうだから。でも弟が一人になっちゃうから。だから弟のことお願いね。弟と仲良く学問して二人とも立派な人になってね。あ、どうしたの？どいて。ただいま。
姉さんはご在宅ですか。そう。ではこれをお渡しください。これだよ。さあ早く。荷物は？これ行けなくなった。どうして？早くしないと人が来るわ。戦争へ行かせてくれ。帰ってくる。お嬢ちゃん、帰ってきても私はもうこの町にはいないわ。いない。どうして？私より戦争の方が好きなのね。違う。じゃあ今逃げて。男だから。女はどうなるの？必ず帰ってくるから。招集兵7名全員整列いたしました。本日より諸君は栄えある日本帝国陸軍の軍人である。お嬢ちゃんは？ああ四国の女郎屋へな。女郎屋へ。ああそっちを持て。見つかったらまた殴れるぞ。いつ四国へ？
今日の午後だ。子供の遊び場じゃねえ。わかる。今日は海で死んだおじいちゃんの命日です。だから海に花束を。これは関心のことじゃねえ。ほんでそっちは。私の弟です。よし、あ、取んなさい。何をするつもり？お手伝いをしたら秘密を話してくれる約束でしょ。身売りする女の子たちを助けるんだ。え？ちび、しっかりしろ。灯台は準備完了。あっちあっち。ぼっつり山も準備完了。ぼっつり山も準備完了か。よし。
行くよ。ありがたい、ありがたい。お嬢ちゃん、どうしたんだ。逃げないと捕まるじゃないか。どこへ逃げるの。え、私には逃げるところなんてないわ。私をお金で売ったのはお父さんやお母さんだもの。私たちを助けてくれたみんなの気持ちは嬉しいけど、私戻るわ。お嬢ちゃん、それに、それに、一人で逃げるのは寂しいもの。
ことねえ。どこへ逃げるってんだ。あの子らおいらに銭で売ったのはどこの誰なんだい。あの子らの弟やおっかじゃねえか、うんうん、そのうち自分で戻ってくるさ。うわシャボンダマ飛んだ屋根まで飛んだ屋根まで飛んで壊れて消えた。何事か。招集兵の早見雄太二等兵が脱走いたしました。何？申し訳ありません。自分の責任であります。脱走だと？しばらく。何か。早見雄太が脱走した理由は女です。女？恋人が四国の女郎屋に売られていくのを知ったんでしょう。女は何者ですか？峠の家に住んでいるお嬢という子です。峠の家。じゃあ、あの子が。お嬢をご存知ですか？救世叩き出る。お待ちなさい。慌てることはない。待てばよいので。待つ？お嬢は間もなく港から船に乗って四国へ向かいます。早見雄太は必ずそこに現れるでしょう。
これでいい。脱走は国家に対する反逆罪だ。国民の見ている前で俺が脱走兵を射殺してやる。銃をよこせ。射撃場所は灯台だ。田畑軍曹は脱走兵を発見次第俺に連絡しろ。わかりました。さあ乗った乗った乗った急いで急いで、はい、次次次、はい、乗った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 、さあ乗った急いで急いで、あの小舟や。やつだ。食べ上げろ。おお、まあまあ、もう食べろ。もう話せ話せ。危ない、危ない、危なかった。私に近づいたら火をつけて死ぬわ。
やかな日じゃのう。そうだろう。うわ、あら、しょうがないな、うん、よいしょ、うん、よし、うん、大丈夫か。さあ、もう共に歌おうぞ、うん、ほら、うん、我は海の子、白波だ。愛生きたのに、なぜ出て会わぬ。僕の呼び声忘れ。夢から覚めてもまだ夢の続きを見ているような気がした。こうして時が経ち、心に悲しみと怒りとを覚えた。僕らはいつか子供ではなかった。
水中尉殿のご訓示を賜りたいと思います。どうぞ。なんだこれは。残されたことはただ一つ、僕ら自身の手で夢の残骸を葬り去ることだった。それは最後の悪い遊びだった。王朝、何をしているの。いやいや、何でもありません。時間がないんだ、早くどけ。はい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 。諸君も知っての通り、戦局は日増しに熾烈さを加え、いよいよ一億国民が火の玉となって敵に体当たりする決戦の時が来たのである。したがって大本営では学徒動員に続いて、諸君の中から勇敢なる少年志願兵を募集することに相なった。恐れ多くも大御心をご安置奉るためにも、諸君は今こそ日本帝国のために一命を投げ打って。注意だな、注意だな。Ah!